ボミーサは小松左京の短編 SF 小説。1975年の SF マガジン7月号に掲載、発表された。1976年の第7回星雲賞受賞作品。ミステリー仕立ての作品である。激しい雷雨が街を襲った数日後。喫茶店に大男が飛び込んできて男性客をひねり殺した。武道の心得のある。 常連客の一人がかかって来いというと、大男はボミイサという謎のうめき声を上げながら逃げ出した。しばらくして壊れたロボットが発見された。実は大男は町の工場で作られていたロボットであった。ロボットにはロボット工学三原則が足も深い路として組み込まれており、人間に危害を加えられないはずであったが、 先日の雷雨の際に工場に雷が落ち、論理回路が裏返ってしまったのだ。アシモフボミーサというように、すなわち第1条に従って客をひねり殺し、第2条に従って常連客の言葉に反するように逃げ出し、第3条に従って自戒したのだった。そして音声コマンドとしてのアシモフはロボットに自身のアシモフ回路のチェックを促す指示でもあった。 また、話のうちとして、ロボット工学3原則の第一条のうち、人間の危険を感化することが許されている、例外的な回路も組み込まれていることが明らかにされる。その回路の名は、夫婦喧嘩は犬も食わない回路以下の単行本に収録。ありがとうございます。